こんにちは。即家塾の久保です。え今回ノックさんからですね、値上げをしても人は買うというテーマでお話を動画でいただきました。概要欄に貼っときますけども、まあ、私もね、これについてはちょっとね、独自の見解がありまして、まあ、私は日々スーパーに行って買い物をしてるんですけども、まあ、昨今の値上げ状況をね、どのように感じるかというと、うん、なんか結構値上がりしてないなと思ってるんですよ。値上がりしても、 まあ一瞬で特売の日とか週末に買うと同じ商品でも元通りの値段で買うことができたりあとね高いものには高いものでちゃんと理由があるんですよねまあそもそもスーパーって希望小売価格で売られてないことが多くって昨日なんですけどもねうまかっちゃんっていうラーメンがあるじゃないですかあれ5食入りこれ238円でしたからね だからそれまで298円ってことを考えると逆に値下がりしてるみたいなねこれ一体どこでねこの値上がりに次ぐ値上がりのコストを圧縮してるんだろうなと思っちゃったりするわけなんですよでここにはねある業界のちょっと仕組みがあってですねこれはねえっと以前私があの為替を学ぶときに教わったんですけども例えばなんですよ例えば日清のカップラーメンがあります カップラーメンの原材料費を海外から仕入れてるとしますよね。そうすると円安になると仕入れコストが上がっちゃうんだとでも商品の価格を安定させるためには仕入れコストが上がっても同じ価格で販売していきたいっていうふうにメーカーは考えるっていうんですよそのためにこれね実はねドルの購入と連動させてるらしいんですよつまりは円安が進むとその分だけ 為替の購入をしてるから含み益をドル買いででで担保できるわけなんですよねそれによって FX いわゆる FX のね含み益と仕入れの値上がり分を相殺しているからこそ一定の価格で販売できるとこれ逆もそうなんですよ今度ね円高になったらどうなるかっていうと仕入れコストは安くなるでも同じだけ為替で損が出るんですよつまりはどっちに触れても同じように調整するということをやっているんで同じ価格で提供できますよってことなんですよ でこの仕組みをね広く考えていくとスーパーの商品価格がほとんど変わらないよっていう風なここに返ってくるんですよねもちろん急激な変動には対応できませんのでそれに関してはねそれぞれの企業の内部留保が活躍するってことになると思うんですよ、まあ、ですので儲かりついたら内部留保にしてやばいなと思ったら内部留保を吐き出してみたいな感じで えーまあ、時系列的にね価格を調整する仕組みもすでにできているってことなんですよただしですよ原材料が全然ない場合はこれね例外になってくるし原材料費が全原材料が何もない場合はそれこそ原材料費のコストが取り合いになってしまうんでそういう時には値上がりをせざるを得ないってことになりますけども通常3ヶ月から半年原材料費が値上がりし続けない限りはそういうことにならないようにやっぱりね 先々と手を打ってるらしいんで,すよであとはこういった日常生活食品に関しましては私たちが日々口にするものに関しましては高い金額になってしまうことを恐れるためのねいろんな施策があるわけなんですよ。でそう考えていくと例えばねお米の価格があんまり変動しないとか卵が全然値上がりしていかないとか牛乳が相変わらず今でもね 128円とか198円で売られてるっていうのは、ちゃんとこの辺の、いわゆる白物っていうものを中心に、価格を安定させて国民が飢えないようにする仕組みっていうのは確立されてるらしいんですよね。じゃあ、値上がりするものって何なのと電気代が値上がりしても、水道代が値上がりしても、食品の価格はそうやって一定に抑えるような工夫が二重三重にされてるとしたら、一体値上がりっていうのは何を指して値上がりって言ってるんですかってことになります。これはね、ざっくり言って贅沢品なんですよ。贅沢品は値上がりしてるんですよ。 この贅沢品の値上がりは、ま、ああの、半端ないんですよね。<laughs> 特に高級車はどんどん値上がりしてるでしょ。ね、以前高級車って言うと300万から500万のことを指していたはずなんですけども、今ではね、1000万超えなんですよね。高級車って言うと。そうなると、もともと500万以上の車なんて、私たち普通の年収の人間は買うことがないですからね。じゃあ1000万円のものがね、仮に20%の値上げをして1200万になりました。 ということになるとと1000万の車を買うようよよなな人が躊躇しますすかってことなんですよ結局買うんですよね高くなったわねみたいな感じで買うんですよそもそも値上がりしたところでそれがいわゆる節税に効果があるっていう形を取っていけば値上がりしてもね総支払いとかそんなに変わらないのでどっちでもいいよねって話になっちゃうんですよ可処分所得が小さいとその小さい可処分所得で何を買おうかっていう選択になりますのでやっぱ食品の 価格の高騰ってのはね、結構痛いんですけども、実際にスーパーに行ってみると、じゃあ目覚ましくね、50円値上がりしました、100円値上がりしましたって商品は別にないわけなんですよね。たまにキャベツが値上がりしたってニュースになりますけども、128円のキャベツが198円になったら、消費者を直撃とか書かれるわけですよ。いや、そうかと思いますよ。キャベツ1個、50円とか100円の値段が変わったところで、そこまで家計直撃しますかね。キャベツ1個買ったら、 3、4日それで食えるわけじゃないですかそうなったら年間で消費するキャベツの個数で考えても年間で一体ね何万円の差があるかって言ったらそんな差はないですからね年間でせいぜい数千円の差だと思うんですよで冷静に考えていくと値上げ値上げというふうに風潮はなっても実際の値上げ品目をこう自分が買ってるか買ってないかっていうとほぼ買ってないわけなんですよねいやそういうふうに私はこの田舎にいてね感じるんですよ もしかしたら地区によっても違うかもしれませんけども、まあダイレクトに高くなったのは電気代ですね。電気代は私むちゃくちゃ感じるんですけども、はっきり言ってこの3年で倍になってるんですよ。2倍ですよ。まあ、私の電気代の使い方も悪いのかもしれませんけどね。基本的に24時間電気はつけっぱなしなんで。まあけどね、倍になったところで、すべての商品の制作にね、電気代がかかってるとしたら、<laughs> 他の商品は倍にまででなってるわけですよね。そう考えたらやっぱりあの、まあ、物価が上がる上がると言っても体感できる物価の上げ幅ってのはもしかしたら富裕層がね大部分を引き受けてくれてるんだなかろうかって気もするんですよねもちろんね所得の低い人にしてみれば10円や100円の値上がりってのが本当に苦しいと思いますそれを無視してるわけではないんですよあくまで今回は私がスーパーに毎日のように通って感じる価格なんですよ ここにもね、レシートがあります。どんな小さいスーパーに行っても取ってるわけなんですよ。例えばこれ。いいですか山崎カレーパンミニ。えっ、ー、と、190円を2個買いました。380円ね。じゃあカレーパンがそんなに値上がりしたかっていうと、私が見るところ、上がってないんですよね、そんなにね。いや、以前100円で買ってたカレーパンが200円になりましたって言ったらこれ大変ですよ。でも、私が感じるところ、コンビニやスーパーで、 買っている100円のパンは10年前も20年も100円だったような気がするんですよせいぜいそこに消費税率がアップしてきてまあ、5円とかね10円余計に払うようになったっていうところはあると思うんですけどね商品そのものがそこまで価格を上げたかなって言うとそうは感じないですねもちろん商品を作るカレーパンの中の具材のコストを抑えられてるんだとかねその中の質が悪くなってるんだって言われたらそこまではちょっと私も計算してませんので分かりませんけどもうん。 のさんどうなんでしょうかねこれはね。で私は思うんですけども情報に関してはなんかあんまりねまだまだ有料で流通してないような気がするんですよ。この情報ってものが最近でもね週刊文集っていうのがあるんですけども週刊文集の記事って一記事一記事が有料でウェブで買えるんですよ。一記事100円とか200円とかでね。でこういったものがバンバン流通するようになると まあ、情報大国日本というね次の産業が生まれるんではなかろうかと思いますけども今はなかなかね情報は無料が前提ということになっています無料の情報の中で拾えるものっていうのはそんなに多くありませんからやっぱりね有料の情報の中から無料にしか無料でしか触れられない人と違った情報に触れていくことが新しい時代の突破口になるんではなかろうかと思いますね、まあ、そういう意味でいうとノク、まあ、さんの動画っていうのは非常に参考になりますので ぜひねご覧いただければと思います。特別なプログラムもノクさん紹介してくださってますのでそちらも興味津々だと思いますよ。では次回もノクさん有益な情報をよろしくお願いします。ありがとうございました。